人残らず笑顔で明るい街、恵比寿町はそうやってできたんですだから、笑う人たちを責めないでください。お父ちゃん、お父ちゃん、人は不幸にしておいて悲しむこともさせないなんて、貴様にふさわしい最後だな、安家。無礼なり、ハリネズミ。いや、ドブネズミか。笑って、あの世へ送ってやれ。笑え、また笑え。そうか、安家の娘だったか。お父ちゃん、親子ともどもわしを怒らせやがって、死ねえ、わっぱ。そうね、でもサンジ君たちを責められない。ああ、よくぞ男を守った。おお、ゾロ、サンジ、ネズミの仲間がまた湧き出てきやがったか。お前こそどっか行け、ムジュル。モジュロ、もうみてえな頭してんだろうが。あれはゾロ十郎さんの仲間。はい、そうです。私たちの仲間、蕎麦屋の三五郎と言います。それにしても随分堂々と現れたものだ。おい、堂々と現れちゃ悪いのか。撃て。こいつを任せた。何？いや、おい！ウリ、下人の分際で生意気な！おい、バカよせ！ここらで手打ちとしときましょう。ねえ、貧乏なんかや負けねえよ。よし、720ポンドフォア！京四郎親分よ。あいつか、俺の蕎麦屋にちょっかい出してきたヤクザモンの親分ってのは。しかし、あの浪人、わしを本気で殺す気だった。どうする、このまま黙って見てるのか。こうなったら俺たちもやるしかねえだろ。なんとしても遺体を連れ出さなきゃ。確かにそうだが、手出ししちゃったのは私たちの仲間だし、ここは私たちだけで何とかする。将軍様を城へ。いよいだ、殺せ。ストロングライター。一体
何が起きているんだ。安心しろ、さらし者にはさせねえ。フルフルール、ギガンテストモードパンク。どけよ。ゾロ十郎さん、教師郎、終わるはフリールスペクトル。トルネードテンポ。麦わら、あの緑頭はお前の連れか。面白え、よりによってオロチの首を狙うとは。あんなゴミクズ切っていい。花の都からたった今罪人が到着したところでして。花の都からだ、誰だ今頃。一切りかまそう、連行しました。そしてもう一人、うん、脱獄囚キャプテンキッタです。ギザオ、しかしどうやって捕まえたんだ。回路石の錠をつけてることを忘れてたんですかね。けどなんて間抜けな。おいやめろ。いつの頃からか大笑いするのもやめたじゃねえか。俺と離れた後カイドウに何された。それともオロチか。みんなはどこへ行った。あいつは。麦わらの人を、奴を知っておるのか。次に出くわした時は容赦しない。だがこの先はそれを口にする度胸のねえ奴が死ぬ海だ。スマイルを食わされて一生外すことのできない笑いのマスクをはめられてしまったか。何をされたらここまで変わり果てる。俺の仲間はどこへ行ったんだ。チクショー。なあ、とっとと相撲を始めようぜ。